今回のミルチューブは有明アリーナへ行きたい人が見るチューブです。臨海線国際展示場駅 A 出口からスタートです。それではここから一緒に有明アリーナへ行きましょう。こちらはゆりかもめ線有明駅 1B 出口です。有明駅から行く方はここから一緒に行きましょう。有明駅の 1A 出口はこちらに出てきます。この橋の下は首都高速道路になっています。ここから有明ガーデンの中を抜けて進んでいきます。結構な距離歩いてきました。力
近づいてきていますので、もう少し我慢して進んでいきましょう。有明アリーナに到着です。それでは有明アリーナへ行ってらっしゃい。こちらはゆりかもめ線新豊洲駅です。こちらの駅からの方が近いです。新豊洲駅の改札を出たら、2A 出口の階段を降りてください。あとはここからまっすぐ進んでください。橋を渡れば有明アリーナに到着です。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはいろいろな場所をご案内するガイドチャンネルです。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。